どうもこんにちは、ゆきちかです。今日もエカナイやっていきたいと思います。な感じで今回ですね、地区大会決勝戦、都大会決勝戦戦っていきましょう。じゃあ昨日頑張った辻内くんいきましょうか。あのね、問題があるんですよ。どうしても天才人が打たん。見てこれ、1割6、仲良く揃ってお前ら1割6分。マジか、なんだその低打力は、なんだその低打力は。いきましょう。しかし、はい、始まりました。夏の大会決勝戦でございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、そしてコメントですね、していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。中で今回も全力で戦っていきましょう。大都会高校対高校高校、ここ全力で勝ちに行きたいと思います。総合戦略を C、 今回 A とは当たらんかったね。アトランティス行きましょう。アトランティス、テスト、アントテスト行きましょう。運動セカンド送球 C、 肩 B だけど送球 D ならそんなに怖くはない。阿部日持ちと、いいね、阿部日持ちいいね。サラダクイクリ、まあ全然二刀流としては微妙。まあでもピッチャーとしてはね、お、トーマスくん、いる、トーマスくんと、ピッチャーは長道、中鉢、草薙、全員普通だね。オッケー、これなら打てる気がする。さすがの辻内くん、行きましょう。1割6分、どっちを1割6分抜け出すか、ちょっと楽しみですね。強引に行くよ、行け辻内、強引な男が掴めるぜ、行け。オッケー、1点、ナイス、実質スクイズ、いいよ。その1点がでかいんだ。いや、その活躍はおじちゃんちょっといいと思うよ。強引に引っ張ってみようかな。ここはちょっと強引に引っ張ります。もっと強引に、オッケー、強引に引っ張った、いいじゃん辻内、やっぱ強引に引っ張ると好かれるよ。で白土に回ってくるといいんだけど、あ、やっぱお任せで打たせてみたってやつ、お任せで打たせてみたってやつ、いけ、お任せで打たせるとこうなる。あ、1割6分だからね。そうなのよ、初戦、おお、1割4分の人が来た。1割4分の人は、1割4分の人にはもう強引に引っ張らせてみた。いけ、強引に、強引に引っ張れ、そう、これが強引、オーケー、何か起こる、これが天才ですね。何か持ってる男、それが天才っていうことです。ワンチャンこれ T とかの方が可能性あるんじゃね。うまいよ、うまいよ、セーフ、 OK、 ツーアウトからのセーフティースクイズ、はい、拓也選手を思い出しますね。素晴らしきかな。で、ここは広角で岡田ぶち込ませ、これはどうなのか、ドバイ。私はですね、今日休みなのをいいことに、見事にビール昼間から飲んでますけども、たまにはね、お酒飲みながら履いてもいいんじゃないかと思います。通常の時とね、別にビール飲んでても変わんないからね、俺多分全然変わらんよ。普通だもんね、多分今話何も変わんないでしょ。いつもどうで変なことしか言わないから行きましょう。白土も絶好調、 OK、 これで2桁、なんだ2桁安打を達成、ありがとうございます、からのお任せ、お任せ、 OK、 お任せ、任せまくってんね、いいよいいよいいよ、どんどん任せちゃって。で、切れちゃう、今日はしたのはいいけど、うまっうまっうまっ、オッケー、迷ったね、サード迷ったね、サード迷いに迷ったね、その迷いがね、人生の分岐点なんだよ。いけ、トリフ頑張れ、トリフもかませ、流したいのか、おろし、かませ、そんなに流したいなら流してもいいぞ、そんなに流したいなら流してもいいぞ、ゲッツーだもんね、おいおい、トリフの方が人生迷ってるじゃねえか。で、ノーアウト1塁、ノーアウト1塁、白土出た、お、いいじゃん、白、あれ4玉か、4玉か、
辺に打たしてゲットエンドラン。オッケーオッケー、いいじゃん、天才だからこそできるこの指示を。でもなんかもうエンドランを使えと今俺の目に訴えかけてきたもんね。さすがアメリカでヒットエンドランされてきた男。オッケー頑張れ。で堀、ヒットエンドランに関してはね、多分俺以上に向いてる人は多分いないと思うよ。これがね、ヒットエンドランの、だから今気づいたんだけど、堀、お祭り男ついてたけど、今気づいたわ。堀、お祭り男の、得のあったの。あら、大だね。どうしようかな。どうしようかな。サガクーラー坂倉かまそう、強心臓。強心臓で転がせと、転がせと。あららららら、らごめん、なんか全身しびれ転がせって方もおかしかったかも。揺さぶる、もう精神的攻撃をキャッチャーに仕掛けろ。てか可能ね、前回気づいたんだけどオールエイになりました。すごいよねこの能力よ、美しい。3割で卒業してし、頑張れカノー、かませ、オッケー、フフフフ、ナイスカノー。あ、これが2塁打になるんだ。結構もう今ペン直1塁打の流れかなっていうふうに思ったんだけど、さすがってところの後にもう1個揺さぶる。で調子を自分より落とす秋山さん、オーレースの秋山さん、ここはぶちかまします、ぶちかますよ。これは取られるやつだ、ちょっとかましたりんかったね。ヨットじゃん辻内、2割まで戻ってるよ。やったじゃん、やったじゃん。試合始まるまで1割だったのに。もうこれで今日もサムネじゃない、おそらく。走るのもなぁ、何にしようかな。山添当てんと、そこは山添、そこは当てないと。辻内君まだ走れないのよ。今バイオスだったね、バイオス。ミートで行きましょうか、流しで行こう。豊福、豊福いいよ、別にどこの方向に行ってもいいんだよ。オッケー、ナイス。豊福はさすがに走れんしな、豊福はさすがに走れない。白土強引に行こうか、強引に流します。いや、よいしょ、バットの流れに乗せて、オッケー。2人ともいいね、2人ともいいね、いいんじゃない。白土と辻内、流れ、名前も似てるしね。まあ白土だけどね。行きましょう。黒監督、監督はセーフティー、上げちまっただ上げちまっただ、岡田ですよ。岡田ごめん、代打行きましょう。岡田代打、あ、これ行こうか。赤尾代打、クセモノで流します。ここは初安打が見たいな、ここは初安打が見たいな。これじゃここは初安打にはならなさそうでござる。一旦これでいきましょうか。超謎のシフトで、褒め殺しときましょう。で一回これでいいや、これで一回いきます。緩急で黒さん締めてくれ、締め、 OK。 サード方向に打たせる配球、素晴らしい。山田いいよ、これで君来年もベンチ入りじゃない。でこれでいきましょう。最後は2年生の来年の政府中、立川。おそらくね、俺の中で1番になるんじゃないかなと思ってる。このメンツだったら1番キャッチャーかっこいいよね。1番キャッチャー、1番キャッチャーもね、もう捨てがたいよね。理由はというとね、盗塁 C、 走力 S がうちのチームいない。盗塁 C やっぱ大事だなって俺めっちゃ思った。最近カノー使っててめっちゃ思った。それだけだってカノーめっちゃ強いもんね。一応やっぱ白土と辻内がね、まだまだ1割2割ぐらいなんで、ちょっと要が必要なんですよ。そうするとやっぱ立川かなと。そして都大会は無事に優勝できました。ありがとうございます。甲子園行きましょう。明日からは皆さん甲子園ですよ。今日はいい感じにいったと思います。今日のサムネはおそらく辻内と白土で作るでしょう。工藤さんがスプリットが3、いいね。スプリットが3と、あとは辻内は、辻内が走力3、走力3、
あとは白土総力おめでとう。 C だよ C。 C はすげえぜ。 C ってだけでもいいね。おし、そんな感じで今回のちょっと白土と辻内だけ見て、ね、お、辻内が2割3分3輪までいった。すごいね。このまま総力だけどんどん上がってくれれば盗塁は最終的にできるようにはなると思う。次は2番かな。で、白土も、まあ、総力 C と。129か、まだ。これで一般的な、堀とかと比べてもまだ弱いからね。まだだね。という感じでですね、また皆さん次回の動画でお会いしましょう。またね。いつ山田を抜かすのか。バイバイ。